どうもパテンチャンネルです。今日はね おしゃべり料理で始め、お湯が沸きました。お風呂のお湯が沸きました。このメロディーとともに登場していただきましょう。今日一緒にお料理を作るのはこちらの方。どうもー、届くみやでお風呂が沸きましたとかぶってましたね。お風呂沸いたでよし、ということでゆうちゃんとね、はい、いつも私が言ってる花まさに一緒に行って、はい、買い物してきましたが、ちょっと今からゆうちゃんがさ、昆布見つけてさ、昆布で煮物つかんで、昆布で、ほんで何なんかいろいろやってくれんやんな。いろいろ今日作りたいと思います。じゃあもう全部任していいな。で、私はもうえ、何がおもろいなんだ。 いつもあの見てるアフルだな。そうそうそう、あ、そう、はい、お邪魔してます。そうだよね、見たことあるところにあったら変な感じするよね。はい、なんか、どれでやる？フライパンがいる？うん、はい、いいよ、じゃあ勝手にこの辺でちょっと見てもらっていい？ありがとうございます、うん、フライパンで何するの？煮浸し作ります。何の？ナス？はい、これで足りる？この大きさで？はい、大丈夫です。こんな2袋も買おうたでしょ、これ2袋。え、買わないですか、いつも。いや、買おうと思う、1袋で十分やわ。うちの旦那がナス大好きやから。はい、わかったです。ほんで私は唐揚げをやるから、じゃあ勝手にもう、はい、じゃあもう、うん、じゃあ私はこの辺を剥いていったりしとこうか、すぐできるように。ママこれ、OKOK、ありがとう。あ、いいよ。あ、ちなみにあのうちの子はあのやさまるくんで通してるんで。やさまるくん、はい、カメラ回ったらやさまるくんでお願いします。みんなやさまるくんやで、やさまるくん、やさまるくんでお願いいたします。どっから来てんの、やさまるくんは。やさまるくんは私のゆうやさと、やさまるくん、丸はちょっとなんか男なんとか丸みたいなね。はい、え、これ使ってるんですか。うん、これめっちゃいいですよね。うん、めっちゃ綺麗で、これ初めて来た時感動やけど、今も綺麗すぎて。ほな、あんた初めて使う？いや、違うんですよ、私これめっちゃ使ってるんです。あ、ほんま、愛用者です。これいいよね。これいいです、私普通に、うん、あの実演販売で買いました、うん、あ、そこのお姉さん、ちょっとあのかぼちゃ切ってくれますかって言われて、うん、呼ばれて、でめっちゃ切れてやろ、切ったのすごい切れて、うん、めっちゃ切れるよな、これ。ちょっとさ、遊んできてやさまるや。えーちゃん、お風呂沸いたけど、もうちょっとしてから入る？あ、パーパトロールが好きなんか。うん、パーパトロール見ろ。パーパトロールの時代や。パーパトロールや、今から。パーパトロールですよ、今は。私もなんか最近知ったわ、そういうのがあるっていうのね。ほんで、ゆうちゃん、あんたなんかいろいろ、あんた、だからあんた偉いな思ったわ、なんかさ、うなぎの肝だけ買ってみたりさ。いや、そう、私、本当に私自分で買おうと思ってたんですよ。本当すいません、いっぱい買っていただいて。いや、全然いいよ、いいのいいの。いや、私そういうのしたことないから。肝は、あの、うん、後で飲むときに食べましょう。あ、オッケーオッケー、こんないるかな。あ、で、あの、旦那さんが好きなんでお土産で買おうと思って。あ、オッケー、あ、そういうことね、はい、持って帰るの、これ2箱は持って帰ります。あ、そういうことね、オッケーオッケー。なんやの、あんた。オッケーオッケー、そういうことね。はい、だからか、なんでこんないるんかな思ったんや。あ、まな板ありますか。それそれ。あ、そうです、うん。ほんで、これ、あの、見てもらった通り、これ、矢印、こっちを上にしてくださいっていう。で、これ、いつから使ってるんですかって、こっから使ってます。すごい。そういうことですね。2022年の1月から使ってます。はい、上はこっちです。はい、そういうことです。はい。これはいらんの？これなんか使うの？あ、使います。あ、そう。はい。うん、じゃあ、切っていっちゃいます。うん、切って切って。はい。人がやってんのみんなすごいなぁ。適当に、うん、いいな、適当にできて。私全然適当にできへんから。はい、うん、あ、なんかどっかにゴミ箱みたいになった方がいい感じ。大丈夫ですか、うん、これゴミ箱やね。うん、すみません。あ、そこに置くんや。なるほどね。はあ、そう思ったらもっと低いゴミ箱の方がええかもしれへんね。これゆうちゃん、頭ええわ。なるほど。ちょっと待ってくれ、これをこうしたらええんちゃうの。あ、確かに、ありがとうございます。これこうしてゴミ箱にしたら、私これからこうしよっか。そしたらもうこれでこういけます。頭いいわ。背の低いゴミ箱にしよ。いや、これからそうするわ。ほら、二段構えでいこう、こっちとこっちで。あ、頭ええわ。
いや、学びがあるね。人とやることで学びがある。うん。ほんまに。いや、私ゆうちゃんの好きなとこさ、なんかいつも楽しい楽しい言うてくれるやん。今日も普通に自転車乗って二人で買い物行ってるだけなのに、自転車乗って楽しい楽しいって、普段どんだけ寂しい生活して。いや、私もうほんと毎日楽しくて。あ、いいですね、はい、そうだよね、その話したやんか、この前の。そうですよ、飲み、なんか飲みながら久々に酔っ払いましたね、あの時。あの時楽しすぎたな、酔っ払ったな、はい、っ私なんかそのこと、楽しかったですか。いや、めちゃくちゃ楽しかったよ。私じゃあなんかサラダ、普通にキャベツの千切りだけしよっかな。そんなんでもいいよね、はい、あ、そうや、私なこれ塩持って、唐揚げあるからいらんかと思ったけど、やっぱ塩これな、圧力鍋でなやんねん。でするわ。あ、こんな風に細く切んの、こんなペラペラなん。そうです、もう、ペラペラ。油を吸ってもらいたいので、油を吸う、すごいな、油吸わして、はい、今はヘルシーの時代でね、あんたね、やっていきますよ、油をガンガン吸わせるってすごいですよ、はい、私は一回これ茹でて、せや、せっかくこれ作ろうそう思ったんや、なんかな、まあ、余ったら持って帰ってな、ご主人に食べてもらってもいいし、今うちももう夏休みやから、余ったら余ったら次の日子供たち食べたり。量すごいんじゃないですか、毎回作る、うん、でもそこまで、でもお兄ちゃんがよう食べるようになったかな、うん、そうですよね、うん、すごいよ、だからやさ丸もそのうちよう食べるようになると思うで、そうですね、うん、楽しみですよ、本当に。こういうとこさ、人ん家来た時ってさ、なんか家のもんと、あの、お鍋とかちゃうからやりにくいの。あんた、スリッパ大丈夫？あ、はい、大丈夫、全然。これ、溶いてます？切れてない？はい、え、私、この前溶いたばっかり、じゃあ溶いて、溶いて。切れへん？もっと切れんの？もっと切れます。うせやん。やってやって、これやろ、はい、そんだけで切れるもんやの、ちゃう、違いますね、あ、そう、はい、うわ、あ、まあ、そう、やっぱこれ溶かなあかんな、やっぱな、そうですよね、この前溶いたつもりでおったけど、まだまだ溶けきれてなかったんかしら。熱っ、本当に、うん、本当にあの連絡していいものかすごい迷って、うん、ああうちに、はい、うん、よかったです、連絡して、いや、ありがとう、いや、私もさ、やろうやろうって言いながらなかなかさ、でもそうですよね、うん、サッカーとかもいろいろ、そうやのよ、そうだったんで、そういうことやねん、や、あれこれ久しぶりやからちょっとよくわからんくなっちゃったな。一番仲良しの芸人さんとか誰なの？一番仲良し、うん、まあ、一番じゃなくてもなんかいっぱいおりそうやけど、でもちょいちょい、そうですね、遊んだりはしてますね、そうやろ、いやでも子供ができて、わかる、子供できたら変わんのよ、はい、変わりますね、すごく、うん、でも、あの、妹さんは事務所の先輩でもあるんですけど、うん、あれ、事務所どこ、渡辺です、うん、あの、妹さんは、あの、やさまるくんと同い年の子供がいるんですよ、うん、しかも男の子で、うん、だから会う機会がちょっと増えました、ね、あー、そっかそっか、はい、あそこももうそうなんだ、そうなんですよ、うん、ママに会いたいよな、おいで、遊んでたじゃん、さっきも、ええで、ここにおって、ええで、うん、うん、やさまるくんでーす、抱っこしてほしいよな、ママに、わかるわ、なんでこれ、油、油引かんで、油もお願いします、すいません、油をお借りします、
はい、これでいい。ありがとうございます。わかるわ。やさまる、私が抱っこしてるで。やさまるママにみたいな。お、軽いな、あんた。ママに眠たいんちゃう、あんた。眠たいんやろ。ちょっとお腹すいた。お腹すいたん。ナスのヘタでも食うか。これこれどうぞ。あるよ。こんなんいらんやな。意外とチクチクするんや、これは。すごいな、上からかけてどっか行ってしまった。こんな感じでどっか行ってしまいました。ビスケットや、ビスケット食べろ。ビスケット食べるんだよ。私久しぶりにこれするな。何やこれ、すごい可愛い子供。こんな胃が出てきた。シーンと思ったらギャーって笑ってんの。これ泣いてる、どっちかな。面白いね、これ。こんなん出てきてます。これでね、あの豚の豚骨のやつで、あれと同じ調味料でいってまう。これええこと学んだな。そこにゴミ箱したらどんどん捨てられるわ。なるほどね。ほんでな、私いつもここでやるでしょ。ここに持ってきてんねん、こうして。勉強になりますね、勉強になります。油を吸わせるって言ってるけど、これ別に、あ、ね、よくナスって水にさらすって言うけど、そんなこともなくいいんだ。なんかよく私わかんないけどいいんだね。もうほんまに老眼で、もう、これね、こんなんしよう。スペアリブじゃなくてな、これのな、うん、この豚の角煮のレシピがあるからね、このままでやろう。これで豚の豚バラ、これでいくわ。長ネギないから知らんわ。はい、鍋にすべての材料入れ、レシピ角煮20分押し OK。 ちょっとね、あ、眠たいやろ、やっぱり眠たいわ。ちょっとゆうちゃん、これどんなしたいの、あんた。ナスをほったらかしで、これ一回止める。どうしたらいいの、私も分かれへんで。まだ行くんかいな。ほんで眠たいな。ねえねえ、はいはいはい、寝なさい。えーちゃん、ほんなら子供部屋のところさ、ちょっとクーラーつけといて、寝たらそこに置いてあげよっか。そうっす、うん、ちょっと寝かせます。うん、これとにかくちょっと炒めといて。あ、おんぶする。うん、はい、あ、それでおんぶすんの。そうなんです。そっからおんぶできんの。はい。え、私知らんわそれ。もうな、私と私の時代にはなかったそのタイプ。なんてやつ。それでも結構珍しくって。あ、そうなんだ。はい、ウィーゴーっていう使いやすいの。お芋なんですけど、私らの時は何やったっけな。エルゴ。あ、今もある。今もめっちゃ流行ってます。あ、本当。私の体型に合わなくて。ああ、すごいフィットするんですよ。でもすごい可愛いし、なんかすごい使いやすそう。なんかカンガルみたいな感じでこう包まれてるっていうのが。結構油を吸わせます。うん、何なん、油吸わせる。ヘルシーでお願いしますよ、あんた。なん、どんだけよこれ。ヘルシー希望ですか。いや、ヘルシー希望ちゃうけども。何なのこれ。本当は素揚げをしたいんですけど、うん、でもあの油が大量にもったいないんで、うん、あれ、これ切らんでええの。これも切ります。でも、後ででもええの。はい、後で。あ、煮るからな。とにかくガンガン行くわ、あの人は。あの人ガンガン行っちゃってる。ママって大変なの。だから私が、子供たちが、私がだから、じゃあ10年前におしゃべり料理ができてたかって言ったらできてませんよね。一番上が3歳。言うたら、じゃあ6年前におしゃべり料理ができてましたかってできないんですよ。やっぱり、私がこれを始めたのが、一番下の子が年中年長ぐらいだったのかな。うん。で、それぐらいやと、お兄ちゃんたちともなんかこう遊んだりしてくれるっていうのがあったりするから、これできたけど、あんなちっちゃい子がおって、おしゃべり料理はやっぱできへん。あんな感じになっちゃうからね。
はい、眠ったよとございます。ありがとうございます。あ、ねーねー、うん、なんか触りたいの分かるわ、分かる。これはなんか、これ綺麗な、はい、はい、耳入る、これが、これの、うん、いらんのかいな、これ。うん、何何何、いいな、気をつけや、これな。ジュン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 ここにタオル一枚置いたら寝えへんかな。私よタオルで寝かしつけた。わかるわかる。これどう、はい、これタオルタオル、はい、うん、わかるわかる。ここタオルトンシトン、ほっといたら寝るな。ほっといたら寝る。うん。眠さの最後の。うん。せやせやせや。ですよね。うん、寝ろ寝ろ。うん。ごめんね。もう存分泣いてください。わかる。めっちゃ油やるやん、あんた。こんな、これ何の料理なのよ、あんた。油すごいねんけど。こんな感じです。こんな感じ。油しすぎやろ。確かにしてもらった。さっきしやって。同じぐらいの感じなんで。なるほどね、はい、それを持ったらだいぶいいってことか。はい、いいよ、全部目分量で私も全部測んねん、何でもかんでも。え、恐ろしいぐらいに測っていくのよ。あれ、これ何、これ何だ。ダメだこれ。いいよ、ゆうちゃんそれ作ったら一回向こう行ってちょっと寝かしつけておいで。うん、その方がええわ。わかったわかった。ちょっとここ暗くしたろうか。暗くした、暗くしたら寝れるかな。暗くしたら塩コショウありますか。塩コショウと、味塩コショウじゃなくて味塩コショウでいい。はい、ありがとうございます、うん、あとあのめんつゆ、ありがとうございます。なあ、世の中のお母さんみんなこうやってご飯作ってるよ。ごめん、抱っこしてあげて、パッておっぱいこやさしたい。ふっ
にも。ああ、泣けちゃうよね。泣けちゃうよねって。わかるよ。味を締め。オッケー。だけで終わりです。はい。さようなら。さようなら。ありがとうございました。どっか行きましたね。味を締め。一品だけ作ってどっか行ってしまいましたけれども。もうこれで、ここに置いてていいんかな、じゃあ。これまだいっか。なあ。大変だよ。懐かしいわ。あれね。毎日やったら、いや、今日は特に眠たかったと思う。ここ来てからずっと遊んでたから。A ちゃん、めっちゃ茄子の料理美味しそうなの一品できたよ。うん。泣いてますね。懐かしいな、ああやって泣かれるの。あれがね、3人おったらね、3分、誰かが1人必ず泣くという現象があったりとか。大変やな。でもゆうちゃんもね、今日ここにおるからまだ気が紛れてると思うわ。これが家で1対1やったらもうってなるけどな。だからやっぱり一人で育児はしちゃいけないんだよね。ここでもあんだけ泣かれても大人が何人もおると、私も今日旦那もいてるからおると、そこまでこうね、気も紛れるという。これいい勉強になりましたね。これしょっちゅう研がなあかんのかな。私 1,2 ヶ月に1回でいいって聞いてたけど、これちょっと酒入れてちょっとしようか。あ、泣きやんだ。多分寝てるね。なんか知らんけど小声になるわ。泣きやんだね。寝てます。これええねんけど、ちちめんどくさいね。味見とかしてなかったけど、ええんかな。すごいな、目分量で全部やってた。私こんなんで全部測って、これどこや。何でも測ります。何でも測るんです。びっくりした。ここでじゃあちょっと味をしゅませましょうか。しゅんでる状態に持っていきましょうか。よいしょ。びっくりした。起きたんかいな。あかんな。やっぱりだいぶ慣れてんけどな。ここ来たばっかりの時はずっと泣いててんけど、やっぱママがいないから。お風呂入っちゃった方がいい。あ、じゃあお風呂入っちゃおうか。お風呂入ってまた眠たくなって寝てんちゃう。じゃあみんなのお風呂入ろう。お風呂や、お風呂や。あ、ほらほら。
あとゆうちゃんこれと何やったっけな、あとあ昆布のなんか煮付け作ってくれるのと、じゃあ私も唐揚げやっていっていいかもしれへんな、唐揚げやっていこうか。なんか空いてた？もうすぐできんでご飯、あと1時間で結構長い。どうしよっかな、ね、ゆうちゃんがそれ作ってくれたら、昆布のなんか作ってくれる言うてたからそれやったら、あたすはこれ何のために出したはったんですか、ちょっとちんぷんかんぷんでいいすやけど、いたたたた、私これだけやったら唐揚げの、私ほなサラダでも一個出しとこうかな、サラダしようか、うん、サラダやりましょう、サラダって言ってもただね、ただひたすら千切りにするだけの話なんですけど、やっぱ美味しいよねサラダって。もうええかな、ある程度よっしゃ、子供がちっちゃい子いるって大変だね。ゆうちゃんこれ、この昆布と細切り昆布わかる、この今ちょっとはみ出てるやつあります、細切り寝た、何よ、パワーパトロール、あかりちゃんやっぱ女好きなんだな、やさまる若い子がさ、私なんか何にもタオル持ってったのにありがたもなかったよ。タオルなんかな、投げたいけど投げられへん感じやったわ。二人で行きました。おっしゃおっしゃ。うん。行ける。ありがとうございます。うん、オッケーオッケー。あ、では、うん、続きを。それ何そのもの。これは昆布ですね。昆布。このちっちゃいフライパンで足りるんこと。はい、足ります。そうでしょ？二パックやであんた。いけんのここで。あ、いきます。そやろ。あとあれです。何でしたっけ。玉ねぎの、あ、これだ。あ、そうそうそう。細かいな。すごいね。いつも家で何作る？お料理基本好きやねんもんね。基本好きですね。いいなぁ。でも本当に、やさまるくんが。うん。もう、離乳食とかは？はい。もう離乳食じゃないか。そうです。そうだよね。今日唐揚げ食べるって言ったから、あーちゃん唐揚げしようと思う。基本、普通の食べれるようになって、うん、感じですね。うん。なんか楽になります、すっごく。いいね。また油まみれかいな、それも。もう油直したけど、また出すんかいな、油。うん。ごま油ありますか？あるけど、またいっぱい使うんやろ。ほんまに、はい、どうぞ。まだまだあるからね。ありがとうございます。向こうに行ったら。このくらいにしとこ。あいつに怒られるから、少なめにしとかな、こっちゃ。だからこれうちのチャンネルでは作ってるとこ回して、はい、ゆうちゃんのところはご飯食べてんのと飲んでるとことしようか。はい。ご飯作ってるとこんな感じで大丈夫ですか？うん、私いつももっとひどいから向こう。いや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 。ええねん。あの泣きまくっちゃったりなんだり。いやそれがリアルでいいじゃない。それがリアルでいいですよ。本当に。いやだから思い出すわ、あんな時おんぶしながら作ってたこと。いやでも3人ってもうすごいですよ。
でもやっぱ一人の時が一番大変やった。いや3人も大変やったし、はいはい、また違うあれですか。ほんでなんか時間に追われる感じもあったのよね。うち保育園行ってたから、はい、明日何時に何時までに寝かしつけて、ほんで明日は自分の仕事が早いから早く寝かせなあかんみたいなんで、なるほど、ご飯食べさせてお風呂入れてとかさ、もうそんなんがすごいピリピリしながら毎日過ごしてた気がする。うん、全部入れました。あ、いい匂い。あ、匂いしますか。ごま油使ってます。めっちゃいい匂い。私が今までご飯作ってそんなこと言われたこと一回もない。これからごま油を大量に使うぞ。そんな大量に使ってません。うんまか。いやー、美味しそう。うん、ええ匂いする。25分にしよっかな。昆布、そうですよ、私切り昆布。あ、それは刻んだりしなくていいの。はい、もうねえ、本当にこのこんなちっちゃいので足りるあんた。見てください、こんなちっちゃい一パウチのちっちゃいフライパンでこの昆布ふた、あ、絶対おかしいわそれ。私だったらもう一個大きいものあったのに、そのサイズ。これで、いや、これで煮たいんですよ。だそれこそうち大量ですね。せやろ。だからもう一個大きいのしたのか、買える。は、はい、ありがとうございます。てびあんた、そういうとこな、あんたの悪いとこや。私言うたやろ、こっちや、もうこっちで言った方がいいわ。でこっちやるよ、こっちに。はい、あ、いいですね、ありがとうございます。うん、じゃあうまいことこっちにね。久しぶりに使うからちょっとやり方が分かんないな、これ。そういうのあるよね。うん、出てんの、こうか。で、こっからはもうあとお任せや。はいはい、これでレシピ。あ、確認にすんね。確認で。あえて25分ぐらいにして、これでスタートにしちゃいましょう。よし。見てみあんた、これでいけたか。見てください、この量、これでいこうとしてね。私が大きい方にして、あ、大丈夫ですみたいな、なんか私料理上手ですか、大丈夫です的な感じで言って、あんた見てくれよ、本当に。食べまー、全然ダメでした。全然ダメでしたよ。だからな、これが、違う違う、これが嫁と姑やったらってことやねな、義理のお母さんがさ、ね、ゆうちゃんこっちの方がいいんじゃない、あ、いけますよお母さんって言ってさ、はい、で今の私みたいにさ、はい、見てみとか言ってあれやけど、言ったでしょみたいな、はい、初めからこっちしなすなかったみたいなさ、って言うのか、黙ってんのかね、ど、なんか難しいで、嫁と姑言うのも。そうですね、確かに。嫁と姑やったら、ゆうちゃんこっちの方がええんちゃうか、素直も言えへん時あるやん。なんかわかる、それを後から言ったりしますよね、旦那に。わかるわ、こっちに言えへんねんな、旦那の方に。ほら、あんたの子、はい、あんたのお茶やな。あんたも切ったりしない、なんか切る。はい、しないです、うん、じゃあ私は唐揚げ味付けしていこう。あとこれで、いや嬉しい、私もそんな大好きなのよ。あれ、また、まあ、え、それ何、あとまた麺つゆ、お水と麺つゆと、うん、で、大丈夫ですね。うん、麺つゆは冷蔵庫の真ん中、うん、もう一個下、下、野菜室の手前にな、入る。これあんたもう1週間ぐらい前に来たんや、この冷蔵庫が。え、これですか。うん、へぇ、最近買ったの。あ、そうなんですね。前のやつがここチカチカ、どうしたん、やさまる、はい、うん、どないしたん、え、どないしたん、どないしたんや、どないしたんや、朝丸、どないしたんや。あ、もういいで、もう作り終わったから、もういいで、作り終わった、ママ作り終わった、もうママはやることやりました。みりんとかございます。あ、みりん、これみりんです。酒もいる。あ、お酒も、はい、いいな、目分量でやってるよ、
かっけーなー。これでもうちょっとぐっ、うん、わかったわかった。やっぱり眠たいね。やっぱり眠いよ。グッバイやさまる、グッバイ、グッバイやさまる。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ね、こうステージが終わりましたっていう感じで、うん、え、全然混ぜてなかったけど、いやめっちゃ美味しそう。私こんなのしないじゃん。すごいよね。初めはさ、これ買う時もこれなんかさつま揚げみたいなんやねんけど、その前に本当はあれ買ってたの、手にしたのは油揚げ買っててんけど、パーあ、やっぱりこれにしますって。だから見ながらこれもポンポンポンって、私はもう油揚げってレシピに油揚げって書いてある、油揚げしかしないからね。うん、絶対にもう油揚げって書いてるのに油揚げ以外のものは絶対に入れない。でもね、ゆうちゃんもこうやって入れるわけや。そこの違いやな。もう野菜をサラダもえっかも。バカみたいにまた揚げるよ。私はバカみたいにあげますよ。もう何かあったら、暇があったらあーちゃんから揚げと、これこの前のねスタッフさん来た時もこれ作りたかってんけど、これが売ってなかったん。今回は売り切れ、これよ売り切れんの、この軟骨豚軟骨のやつ美味しいんやねん。これでいくわな。何しよう思ったかな私、なんでここ開けてる。あ、これ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 です、これこれです。よいしょ。なんか目分量でやって味見もせんとあっち行っちゃってるけど、すごくないですか。目分量で味見もしてないよ。こういうの美味しいよねって考えても。だから今日子供たちが向こうで遊んでる間、私とゆうちゃんここでお酒飲みながら夜はちょっとねしよっかななんつって思ってます。これはねカンピロバクターがある可能性あるから、私この場合はこっちなんですよ。バカみたいに、これいっぱいあげといたらご主人に持って帰ってもらってもいいしな。こんなにいるかなと思うでしょ。結構いるんで、この前何人であの量あっという間になくなったかな。今日2パック半でいいか。うん、そうしよう。ちびっこいやつはちょっと避けるっていう、やめとくっていう形にさせていただこうかな。で、多分これ舞茸買いはったけども、なんか舞茸からなんかええ出汁が出てるんでしょうね。ごま油入れてはったな。私こんなんしたことないわ。こんなんはなんかこう実家帰ったらお母さんとか、特に旦那のお母さんがこういうの作ってくれそうな感じだけど、自分ではねどうもこれをこういうのを作ろうかなっていうあれにはならないよね。縦か横かに並べるのってチビは大きいのだけ先ちょっとやってまおうかな。これやっぱね、あの時にあっという間になくなりましたね。ほんでやさまるくんが結構もう唐揚げデビューして、最近唐揚げお肉をよく食べますって言うから、ちょっとね唐揚げさせていただこうかなと思ってますね。ちっちゃい子おったらな、もう唐揚げ買った方が早いからね。うん、ただやっぱりこんだけ唐揚げも買った、高い時だからでもやっぱりな、私も唐揚げ買ったりするけど、やっぱりこうやって家で揚げた唐揚げが南北おいしい。餃子もそうや、冷凍唐揚げもようできて美味しいですよ。やっ
ぱりこうお惣菜でできたものよりもやっぱできたてのものというかそっちの方がやっぱ美味しかったりするよね。これちょっと固まってんな、こっちでいこうか、うん、まあ、何がしたいんですかって言われたら私も分かりませんとしか答えようがないんですけどね。こんな感じですね。これはまたなんかスープかなんかするときにでもいいかもしれんな。なんかすごいお酒、あ、これか、なんかの匂いすると思ったらこれや。何の匂いと思って、何の匂いですかと思ったらこれですよっていうやつですね。うん、よっしゃ、あとカツオも買ってきた。あれ、ゆいちゃんカツオ買ってなかったっけ。買いました。あ、買ったよな。せん、昆布の様子を見に来ました。はい、Thank you。 うわぁ、すごい量ですね。うん、ほんまもうちょっとと思ったけど、まあ、こんだけやからまあええわ。でもやさ丸も食いしん坊なりそうやな。最近ちゃんと、あの桑田さんと、うん、あの居酒屋行った時は、うん、あの全然離乳食食べないんですよって言ってた。うん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 、どう？めちゃくちゃもうご飯もちゃんと食べるようになりましたし、うん、あのバナナを食べるのなんてあっという間に来るよっておっしゃって、はいはいはい、うん、もう本当にバナナ1本ペロッと食べます。そうだよね、その時そのバナナの話したっけね。そうなんです、そうなんですよ。そうだよね、そうなんです。ほらな、結局そうなのよ。その時は頭抱えて悩むんだけど、結局過ぎてしまえば、あの悩みは何だったんですかってなっちゃうんだよね。もう火止めただの人もうええんかいな。食べたいな、ちょっと我慢しようか、とりあえず。この前よう食べてくれたわ、これあっという間になくなったな、ほんま。あれ、お風呂入れるような感じでもない？眠たいとね、眠たいとあかんねん。やっぱり昼寝させなあかんねん、これな。人ん家来たらリズムって狂うんですよね。人ん家来た時のリズムのこの狂い方ったらありゃしないから。よっしゃ、うん、お塩や、ね、これも一回教えたと思いますけど、こうしてね、斜めにこうして空気抜いて斜めにこうして、でこうや、ほんなもう密閉されます。密閉ちゃんです。明星密閉ちゃんですね。明星密閉ちゃんです。全然面白くないです。明星密閉ちゃんです。うわ、胡椒。はあ、はあ、アクションだ今。ツボの中から、飛んでくる。まるで、うるさいな、でも。
やろうな、ゆうちゃんとかって。だから、あの、和食が多いって言ってたわ。うん、和食が多いって普段からね。なるほどね、ですね。なるほどね、ですね。なるほどね。楽しそう。ゆうちゃんとかえらいは、多分あの子いろんな先輩とかに可愛がられたりするタイプなんでしょうね。なんかこう雰囲気見てると、私がああいうのできへんからな。うん、羨ましいわ。ほんでな、ゆうちゃんのえらいとこって全部言葉にすんねん。そうそう、そうや、この前の時もそうや、もうとにかく信じられへんプラス思考やわ、あの子。ええー、こっちゃ、ほんまに。楽しいってしゃあないやろな。だからあんまり子供のことで大変っていう感じでもないじゃないやろな。あと近くにあのお母さんもいてくれてはるから、なんかこう困った時には頼れる存在がいるっていうのも大きいかもしれへんね。そんなん大切やね、ほんとに。うん、大切。そういえばこの前私これはなんかひっくり返してやっとったね。まあええか。私はなんか肉系ばっかりで、カツオのたたきもちょっとやってて、カツオのたたきどうしよっかな。玉ねぎスライスして、玉ねぎスライスして、ちょっと水さらしたやつと一緒に食べようかな。そうしようか。ああ、そうしましょう。今お風呂入ってる？入ってないです。何してるの？遊んでます。遊んでるのかいな。え、これはよく作られるんですか？うん、そう。へえ。なんかあったらこれ。人招くときこれ。へえ。うん。よし、あっという間になくなんでな。普通の唐揚げやねんけど、いやでもうちのお母さんがいつも作ってて。はい。なんか割ったな。何割ったん？なんかやっとんで。あ、やさまるかな思った旦那やったわ。は？やさまるちゃんやねん、旦那やなんか。うちの子じゃなかったです。そうやろ。多分一番焦ってんの、リエちゃんに怒られるっていうこと。あ、ご主人のことなんて呼んでんの？うちはしんちゃんです。あ、しんちゃん？で、向こうはゆうちゃん。ゆう？ゆうですね。そうや、この前もかっこよかったな。なんかそのお店のさ、はい、あの同期の方やか先輩やったっけ、もっと、はい、前おせ、あ、はい、ゆうとかって呼んでさ、私ああいうの憧れんねん、やっぱり。あのお店のみなみさんですね。みなみさん、はい、男前な、あの人。ほんでね、そうなんですよ、男前やわ。男前なんですよ。わかるわ。またなんかお店を出したらしくて、行かなあかんな。はい、行きましょう。行かなあかんな。いや、あそこめっちゃ美味しくない？美味しかったですよね。あそこ美味しかった。わ、はい、かるわ。あそこ美味しかったんだよ。そうなんだ。あの人どこ出身？九州の方？そうです。はい、そうだよね。はい、宮崎？宮崎って どこって言ってたっけ？そうだよね。全然覚えられなくて、私。そうなん。わかるわ。わ、いろんな胡椒を使うんですか？あ、これガーリック、ガーリック。これなくなりかけたから今日また買ってきてた。詰め替えを。うん。すごい。そうそう。な、これ はみ出まくりやね。はみ出んねや。よっしゃ。で、これで20分。私は20分 OK って言われたら20分測んねん。へぇー。20分 OK ですね。私ちゃんとすんねん。すごい。ちゃん
とすんねん。なんか目分量タイプかと思います。いや、わかる、はい、私目分量でできへん、あのできんで、私おでん冬すんねんけど、はい、おでんは目分量、あとはもう全部、はい、全部測ってますね、全部測ってますっていう感じ。あ、こゆちゃんのお茶ね。あんたなんかお酒飲む？ あ、ありがとうございます。あ、飲みましょう。うん、あんたいつも何飲む？ビール？やっぱ日本酒なかったわ。私、何でも。何よ、あんた何でも言うて。でも言うて、酔わないとか言ってすっごい酔っ払って、この前は。いや、いや、あんたな、あの時に、はい、いや、私全然酔わないですっていう。言ってましたね。さっきもそう、これで足りますって言うて足り、私しつこいで。私しつこいで。これで絶対足りひんのに、バカみたいに足りますとか言ってな。またやらし一生言うねん、これ。いや、ほんで私どれだけ飲んでも酔わないんですとか言って、最終的にベロベロな、二人してベロベロなったんやん、監督。あれ、覚えてます？いや、私だから、あの、どうやって帰ったか覚えてない。いや、本当によく帰れましたよね、うん、私たち。うん。だから、なんかタクシー乗せてくれはってんやろな。多分そうですよね。うん。懐かしいわ、もう。若い頃によう、そんなんしてましたよ、まだやってんのかっていうさ、その状態だよね。よし、ほんなんあんたあれしてや。はい。何あれ。カツオ。あ、はい、カツオ切る。どうしよう。じゃあ私思ったのが、はい、あの、玉ねぎスライスして、ちょっと水さらして、ほんで大葉ちょっと、刻んで、気が、やろうか。ほんなんちょうどこれやね。ほんで、これでいけるか。はい。あれ、キュウリとかも入れる？どうしたらいいかな。キュウリですか？あれ、なんでキュウリ？ん？いや、これぞ。あ、それもやります。なあ。はい。ほな、あなたにも全部、カツオは任せるわ。カツオ、あ、ほんなら、サラシクジラと、あれは後で食べるってことね。はい。肝はね。そういうことやな。あの、旦那さんもお好きでしたら。うん、いい。大丈夫、大丈夫。いらいな、結構いろいろあるから。これ今出してもいいよね。はい。またこれいるとき言うてな、ほんならな。せやせや。じゃあこれは。あ、えらい、私いつもスライサーでやっちゃう。えらいね。なんか水さらえる？ちょっとやってた方が。いやだ。何これ、今これちょっとピンが、あ、何これ、生きてるやん。あれ、こうやって後輩と遊ぶことあります？ないかな、もう。あ、本当ですか。うん、いや、みんなね、もう来なくなっちゃった。結婚する前は本当にそれ、私上地春菜ってわからんか。上地春菜ちゃんっていう子が、はい、昔後輩でおって、はい、で、その子今女優になってんけど、はい、もうその子ともうほんまに週8、9飲んでたかなって感じぐらい。そうなんですね。入れすぎかな、これ。私この瓶に入れてたらいいっていう。あ、すごい。うん、ほんでな、ここにお水入れて。頑張って入れてくださってる、ありがとうございます。うん、あ、今お風呂入ってんの？はい、多分今お風呂挑戦してください。オッケーオッケー。はいしょー。これ後でね。はい、ちょっとこつけといたら。でも嬉しいわ、ゆうちゃんがこうやってさ、声かけてくれたり。いや、ありがたいよ、本当に。ナベプロの中の女芸人の人って、あ、だからあれか。あ、妹さん。妹さん、うん。あと、さっき青木さやかさんのお家にお邪魔したり。え、青木さんとこのお子さんもめっちゃ大きなってんじゃん。めっちゃ大きい。え、めっちゃ、もう、はい。大人やろ。大人、中学生、中2？どういくつ？でも学生って、うん、めっちゃもう、女
な女ですか、ギャルですか。だって私、青木さんが生まれてすぐに行ったもん、お家。そうなんですね。うん、赤ちゃん抱っこさせてもらった時に私お腹に赤ちゃんおったんちゃうかな、長男が。それ覚えてるかな。ママがいいんでしょってね。ママ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 や。あ、いいよ。行っちゃってください。ありがとうございます。すいません。行っちゃれやな。行っちゃってください。行っちゃいましょうよ。行っちゃいましょうよ。ちょっとこれな。わあ、お腹空いた。お腹空いてきたな。はい。よう泣くわ。お兄ちゃん何時に帰ってくるんですか。10時。え、遅いで。そんな遅いんですか。うん、遅いので一人で帰ってくるんですか。うん、すごい、すごいね。びっくりしちゃう。だから一気に中学生になってから一気に生活変わったかな。あ、なんか小学校って1年生から一人で行くんですか、本当に学校。多分地域によってやと思うねんけど、集団登校っていうのをやってる地域があったりとか、当番制で月曜日は、八代さんがみたいな、保護者ついていくみたいなところもあれば、もう関係なく勝手に行く。うちは1年生の時はもう、あのこのマンションの同じ友達で一緒に登校してたけど、だん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 もうその自分たちの友達ができるようになったら勝手にもうバラバラで行ってたりしてる感じかな。信じられないですよ、一人で学校行けるとかになるのが。分かるですよね。そんなことができるのかっていう。そうだよね。だから今日のお兄ちゃんとか見てもびっくりしたやろ、はい、なんかもう大人みたいじゃない。いや本当ですよ。もうちっちゃい時から知ってる人びっくりしてるわ、みんな。えーって、すごいです。うん、だって私より大きいんだもん。もうびっくりしちゃうよ。で10時に帰ってくるんですか。すごい、すごいよね。はい、やさ丸くんもそうなるんだ。そうだよ。久保さん、こっちですか、食器。あ、でもいい、うん、それぞれ食器、うん。ありがとう。よう泣いとんな。はい。もうぐっすりでいいですね、夜。あ、そうやと思うで。はい。ご飯食べたら寝るんちゃう。いやもう、もうミルクとか飲まない年齢か。そうなんですよ。そうだよね。ごめんな、頭。はい。よっしゃ。うちな、はい、ここにこうやって置いてんねん、こうやって。上に。せやねん。なるほど、うん、いや本当に今度ぜひうちにも遊びに来てくださいほんま。はい、来たいわ。物が多すぎて多分もうびっくりすると思う。いや分かるで、私もともとすごかったんやから家。ああ、あっちバカみたいに熱い。熱っ、分かる分かる。だからこの辺も物でごった返してたの。もうキッチンとかやばいです。わかる。はい。ほんで、私も全部出したんや、家の中のもん、とにかく。ああ。何でもかんでも。なんか企画でですか？はい。あ、一回私の YouTube 見てみて、お部屋大改造計画っていうの見てくれたら、はい、元々のキッチン、これ第一回目のキッチンぐちゃぐちゃやから、うち。YouTube の企画ですか？ YouTube の企画。で、それはなんでなったかって言ったら、はい、ある雑誌で、お片付けの先生が来てくれて、はい、で
ここの中だけを片付けるっていうやつやってん、はい、でその先生がうち来てくれた時に、はい、もう桑畑さんのうちもったいない、もう私がやったらすっごい綺麗になるって言ってくれて、はい、じゃあ先生お願いしていいですかって言ったら、もちろんって言ってお家丸ごと、はい、あこれ洗ってもらった大改造計画ってやったんや。え、すごい。うちもロケ来るたびに、あの先生が、もったいな。せやで。って言われるんですけど。うん。いや、ほんとに。でもそう、リバウンドしないのがすごいですね、それで。あ、そういうこと。そうか。しまくってます、うちは。だから私は、なんでするかって言ったら、はい、やっぱ物が多いのよ。うん、それが最大のポイントやと思う。改造してからそんなにもう買い足してないですか？買うよ、買うけど1個買ったら捨てるとか、あそんなんしてるかも。うん、そうっすね。だからこんなんが後から来てもここの下に直せるスペースがあったりとか、なるほど、7割収納っていうのをしてんねん。あ、だから、うん、隙間があるわけですね。そうそうそう、だから物が買ってきても10割収納やったら、新しい物が増えてきたら片付けるとこないからここに置かなあかんやん。はい、もうここにもう置くやん。たくさんあります、うん、でも7割収納してるから買ってきた物が3割のとこに入れられるから家の中がぐちゃぐちゃならないというのがあれかな、うん、だってもう1年え2年1年、いや1年は絶対経ってるかな、うん、丸1年、いや2年経ってるかも、忘れるぐらい。え、それは、うん、全体やったんですか？全部家の中。え、1日で終わりました？3日かかったから、丸3日。そうですよね。その3日、地獄の3日って呼んでますね。はい。でも3日やけど、丸3日やけど、例えば、1日、2日と15日の3日間とか、そういう意味ね。でもその3日間でこのキッチン1年間2年間リバウンド多分一生せんやと思うねんけど、と思ったらすごない？すごいです。後で見せてあげるわ。どんだけ全部キッチンのもんを全部出したらどれぐらいになるかってなったら、あの狭いやん、言うてもこのキッチンって、はいはい、もうそこのリビング全部いっぱいになって、ほんでこれはいるかいらへんかって全部決めていったら、じゃ捨てて、ほんまにね、あのトラック1台分ぐらいのもの捨てたと思う、この家の中のもの。まあ、トラック1台、まあ、ちっちゃいトラックやで、そんな言うたら。いや、すごい。そうよ、もう大変だよ。どうしよう、カツオ切って。はい。もうお皿冷やしとく？あ、そうですね。どうしようか。はい。泣いてますね。はい、泣いてます。どうしよう、このお皿でいいかな。だからな、私このお皿も全部さ、春のパン祭りばっかりやったのよ、はい、これ全部私、網浜奈央子さんがこの番チャンネルすごい見てくれてて、もうあまりにも見ていてパン祭りのお皿ばっかりやからあかんと思ったんやろね買って送ってくださった、買って送ってくださったよ、本当に。パン祭りのお皿ってすごいいいですよね。そうなのよ、耐熱ですし割れにくい。そうですよね、うん。でもパン祭りのお皿も山ほどあってんけど、その中から2種類に厳選したんかな、はい、私。これまずこれはもう何でも使えるからこの大きさよくない。あとこれとこれ、もうこれとこれはもう朝のパンの時、これは絶対もうこれとこれや、はい、でこれもな、ちょっと大きさちゃうかったら分かる、はい、角度ちゃう皿、はい、あれ全部捨てたむっちゃもうな、私パン、もうパン、ま、春はパン祭りのシール集めるのに命かけてたんや。いや、うちは命かけすぎたよ。食べないのね、パンをあんまり。朝ごはん、私うち絶対パンやね、昔から。あ、そうなんですね。うん、あ、そうなん。完全ご飯派なんで。へえ。大変です、集めるの。せやろな。はい、ほんだって知らんかった、山崎デイリーストアいうとかあるやん、はいはい、あそこってパン祭りのパンのシール2倍やねんで。私知らんかった。私もデイリー山崎は全然知ってる。あ、デイリー山崎、デイリー山崎ですよね。うん、デイリー山崎や。そこはそれここで切ろうか、これ、これ、これの時はこっちの上で切んね、はい、これ洗ってくれたやつ、はい、Thank you。 よかった、引く前に乗せなくて。もうそれもしばき通しとっとらんた。しゃあ、くさまるやろ、こらーってか、ここ使わねえ、こらーって。危ねえ。
いいなぁ、ね、なんで料理上手になったん？多分食べるの好きだからですね、多分。私も食べるの好きやけどなぁ、あと意外と私って薄味なんですよ。あの、えらい、スーパーのお惣菜のあのモデルさんがね、私薄味でとか素材の味を楽しんでって聞いたことあるね。あんたよ、その体型で。何なんですかね、本当に。何やろうな。本当にもう野菜大好きですし。あ、マジで。そうなんです。だからスーパーのお惣菜がすごい味濃く感じて。わかるわかるわかる。自分で作る方がいいなって。わかるわかる。いうのがあって。こういう時もな、どうやって盛り付けるのかなと思うわけ。ちょっと 見させてね、はい、やっぱね、料理上手な人ってやっぱちゃうのよね。すごい、もうはっきりしてすっごい美味しそうなご飯作る手してるもんね。すごい美味しそうなご飯作る手、うん、すごいのよ。え、あんまり好きじゃないんですか、料理が。好きじゃ、好きじゃないというか、もう作らんでいいんやったら作りたくないっていう感じかな。でも子供おるし、だから私子供たちが家からいなくなった時、自分がどうなるのかなと思って、まあ、ああなるほど。何これ、どうすんのこの後、ちょっとすごいね。え、分かれへんけど、でこうやって分厚く切んねや。え、ゆうちゃんのお母さんご飯すごい上手。何作るの？うちは作りますね。うん、お母さん作りますけど、お父さんも結構好きですね、料理。うち、は旦那がそうやわ。旦那が結構、うん、上手に作ってはる。これはあんまり。あ、そう。ずっと泣いてますね。ええ感じで泣いとんな。はい、感じですかね。うん。すごいな、あんた。カツオの上に水ババー言って。ええわ、もうこうなったらええわ、もう。もうしゃあない、今から怒ったところでどうにもなれんやん。俺そんなあんま絞らへんの、ほんで玉ねぎあんま絞らんでいい。え、お絞っとくか。絞っとけよ、いっぱい出てきたやんけ今。好きなんですけど結構ズボラなんで。いいのよ、私はもうちゃんと何でもせなあかん思ってやりすぎて時間かかって、はい、そんな感じなの。え、何これ、なんでこうやって分けんの、なんだろう、なんか分けてますね、前と後ろに。なんでだろうな、どんでだろう。これでなんか出んのよね。なるほど。はあはあ。生姜で食べる？生姜吸っとく？よっしゃ、生姜この前安かったな、生姜吸っといたら。美味しそうすぎるな。美味しそう。せやろ、はい、やっぱお皿って出す、やっぱそこがな、この皿がな、はい、パン祭りの真っ白やったらまた、いや、パン祭りはパン祭りでええねんけど、 やっぱちゃうのよ、はい、やっぱちゃうのね。そういうことやわ、ほんまそういうことやね。ずっと泣いてます。美味しそうだね。さすが早い、なんかすごい美味しそう、うん、どうする、それラップして、冷蔵庫入れておこう、冷やそう。何の音これ、ラップしようか、あれ、なんかありましたね、うん、あ、これですか。あ、すやすや、圧力終わったんや、ほったらかしあったわ。あ、今生姜吸うのお願いしていいですか。生姜吸ったらこの端っこの方ポンと置いてくれたらいいか。了解です。なんかするときこんなあった方がいい、いらん、いらん。あ、はい、ありがとうございます。なんか分からへんけど、ほら、料理できる人って何もほとんどなんかお皿とか使っていけへんから、なんでこんなんいるのって思われるのかなって思って、ほらビクビクしながらお皿出したわ。はあ、こいつアホか、はあ、こいつアホかって思われてんのかなって思って。いや、
それで私がお皿使うことはまた言いますよね。めっちゃ大丈夫。無事入れてくれた。ごめんね。ママそうだよね、ママだよね。よし、私も唐揚げあげる GO のサインが出てますね。あ、本当だ、なるほど。20分経ったでしょ、ほら、よいしょ。あ、道についてて。なんで、はいはい。ってずっと泣いてんだよ。何しようと思ったんだっけな。うん。私はあちゃんからこれでやります。あちゃん。じゃ。うん。私お母さんだね。うわ、怖え。あら、かわいい、ちっちゃいパジャマだね。かわいい、ちっちゃいパジャマ。懐かしいわ。パウパタロール見ろ見ろ、もうそれそれや。これからの時代はそれや、もうパウパタロールや。なんか回してるよ。なんか撮ってもらいたいのあった？なんか撮ってもらいたいのがあった？よっしゃーしゃーこの野郎、おっしゃーこの野郎、こっちこの野郎。あ、ごめん、ありがとうございました。
すごいよ、旦那もずっと泣いてる赤ちゃんをずっと入れるのって大変やからな。でも私の子供たちもそんな感じで入れてくれてたからな。結局お母さんお母さんやから私やったらすぐ泣きやむけど、でも私の時でも泣きやめへん時もあったか。すごいわ、だからゆうちゃんそれ思ったらほんま。ていうかゆうちゃん見てても私も頑張ってたなっていうね。うん、あの大変な中を私はなんだかんだで頑張ってやってたんだなって。自分を褒めたくなるわ、ゆうちゃんを見てるとね。ゆうちゃんを褒めることもゆうちゃん偉いなって思うけど、頑張ってるんやけど自分も褒めたいわ、頑張ってたなっていうね。本当に、うん、でもあっという間に大きくなるんだろうな。それこそ北斗さんところのお子さんね、今長男くんがご結婚されてお父さんになられて、それから北斗さんがおばあちゃんになったけど、それこそやんか、こうやって入れたらええんちゃうんかいう話じゃん。ほんまこれでええねん、何してんの私。こういうことやろうんで、私のバカなところっつうの。よし、褒めたけた。よっしゃー、ちょっと粉入れすぎたかな。よっしゃ、あげていきましょうか。あれれれんりーりりりなりーだね。さあ私さ、美味しそうに切るな、やっぱり切り方って大切なのかな。どう考えても切り方って大切です。切り方って大切です。ん、何しようと思ったっけな。まだ私切りの箸なかったっけ。これか、どんどんじゃんじゃんバリバリってできます。油を吸わせてますね、ゆうちゃんバリに油吸わしちゃってます。油吸わしちゃってますよっていうね。これなんかにパッて使われへんかな、とりあえずこういうの。切るもんないと思いますね。だからね、だから私その健之助くんっていうのかな、その長男の男の子が未だに覚えているのがね、北斗さんが
もう今日が小学校最後の登校日って言ってランドセルの後ろ姿の写真を載せてたので、それがもうこれが今日で最後見れなくなるんだっていう話をされてて、私その時長男がまだ赤ちゃん顔の中にいる時からそんなんやって、もう私想像つけへんと思って、そのこんなちっちゃい子が将来ランドセルを背負うことなんて考えられへんなと思ったら、あっという間に小学校卒業したでしょ。ほらその子がもう結婚してお父さんになってんねんから、赤ちゃん抱っこしてたわ。私びっくりしたよ本当に。ってあのランドセルのね、あの畑の真ん中を歩く後ろ姿が今だに覚えてんねんけどな。びっくりするわ、あっという間やな本当に。これもじりじり来てたらええねんな。お腹空いたな。あ、そんなもうお皿ちょっと、えいちゃん遊びながらもちょっとテーブルの上片付けてもらっていい？あと20分で上がるかな。これいいですか？あ、それな、私唐揚げのやつ、あ、いいか、いいわいいわ、おい、いいよ。わ、もう絶対美味しいな。ねえ、全然味見してへんかったやん。そうなんですよ、ちょっとしてみますか、一回。え、今するの？あんたさすがやな、もう慣れたもんやな。美味しい、美味しいんや。美味しいです。これで、濃いですか、皆さん。いや、全然いいよ、いいよ、もう。うちが濃いからちょうどええわ、ほんなら。大丈夫だ、大丈夫だ。何がいる？お醤油はこっちか。いや、醤油ここやな。あ、ごめんごめん。これです。あんま出えへんよ、それ。最後の方、出にくいね、それ。はい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 。もう眠たいのか腹減ってんのかもうむちゃくちゃですね。ちょっとご飯食べた後寝てくれたらええな。めっちゃええ匂い、この昆布かいな、これええ匂いするわ。昆布からええ匂いしますね。ゆうちゃん、じゃあこの辺のお皿勝手にお願いしちゃっていい？はい。これでいいね。うん、そして眠たいね。あ、何がどんなのがいい？じゃあご飯にしよう。深いお皿、なんかちょっとうまいこと選んで。はい。ご飯にしよう。ちょっと待って。お腹空いたよ。見て、なんか私こんなんめっちゃ好きやねんけど、これ美味しすぎるやろ。お箸並べて、あれだったら一回の丸いいつものお皿。
きなやつね。うん、これであったら。これテーブルスクワイ、これ。うん。すげえ、あかり敬語使ってる。カリッカリ、いや、これぐらいあった方がええんちゃうか。めっちゃカリカリや。あの、茄子とかの超美味しそうじゃない、うん、ね、なんかやさ丸はなんか専用のあのスプーンとかあんの？あ、持ってきました。オッケーオッケー。あれが懐かしのあのエプロンやろうな、えちゃんな、何が？ご飯じゃん。この手前にあった。じゃあこれとかでいいんじゃない？もうこれかな。これにしよっか。これ。今ゆうちゃんご飯食べんのかな？食べるか。なんかいろいろ考えてたら無言になっちゃうパターンですね、これはね。だからそうそう、さっきの続きで言うとね、そのあの男の子がお父さんになったって私の中では、だから当時あのこの健之介くんの後ろ姿、今日が最後の高校日ですっていうのを見た時に、いつかこんな日が来るのかなって思ってたように、また健之介くんの赤ちゃん抱っこしてる姿見た時に、私もまたこんな日が来るのかなと思ってるけど、来るのかなって思うよね。でも24でパパになるのは今は早いもんね、今の時代ね。いやでも早いに越したことない、私は思う。私が高齢出産で7人産んでるから、もう早くできればと思っちゃうね。
いやー、でも北斗さんももうおばあちゃんって信じられない。もう孫が可愛いてしゃあないやろうな、本当にね。孫が可愛いてしゃあないですよ、これはもう。眠たい泣き声してるね。もうご飯食べたらちょっとすぐ寝るかも。すごいな、ゆうちゃんって偉いな。なんで泣くのって思わないんだね。私だって何か悲しいねーって思っててイライラしてたけど、イライラすることのない育児って素晴らしいな。今でこそ私先輩ママやからね、素晴らしいって言えるけど、これが同じ年代でやったら、なんで私ばっかりイライラするんだろうって、私落ち込んでたやろうな当時ね。もし一緒に育児の時代をしてたら、それぐらい育児がうまくいかなかったから、私なんでだろう。けいちゃんに食べてもらったっけな、このなさ軟骨のさ、これ最高のいいつまみだな、どう考えたって。うん、最後のさ、私は肉っけ担当は、なんか最高になんかいいご飯じゃない。つまみもあるし、おかずもあるし、これはいいですよね。うん、お願いしていい？よいしょ。あともう一回あげたらおしまいかな。もうゆうちゃん、私適当なお皿に入れていっちゃっていい？じゃあ、えいちゃんお願いしていい？じゃあこれとあれをお皿に盛り付けんの。私ほら、センスないから、なんせセンスないじゃん、私ってセンスないじゃん。あのナスの超うまいそう。パプリカ入れるっていうのがまたいいね。私さ、全然料理でめんつゆ使えへんねんけどさ、もうゆうちゃんめんつゆばっかり使ってた。やっぱりめんつゆってやっぱりいいんだね。ゆうちゃんもめんつゆすぐ使うやん。万能だ。うん、私はもう全然めんつゆとか全然使わない。やっぱめんつゆの時代だね、これはね。あ、まだ6時半。早いね、今日は。うん、早い時間から。だって、いつもこっからご飯作るだけあるもんな。Thank you.
みーちゃん全然もう全部盛らなくてもいいんだよ。もちろん全然もうメガネ外しちゃっていいよ、映ってないか。よっしゃ、じゃあ唐揚げこれにやっちゃった方がいい？これ？なんかいいな、いいな、いいな、いいな。ヒューヒューヒュー、いいな、いいな、ヒューヒューヒュすぎるやろ。あ、そう。ねえ、ゆうちゃんさ、カツオってポン酢で食べる？それとも、ポン酢でいいね。はい。うん、ひーくん食べよ。唐揚げ大量の盛りや。唐揚げ大量の盛りですね。うわ、美味しそう。はい、はい、唐揚げ大量の盛りでーす。すごーい。よっしょー。みんなこれしよっか。うわ、絶対うまいやつ。これ絶対うまいやつ。これ絶対うまいやつ。汁かけた方がいいか。
ここに座ると思います。そしたら俺あげちゃう。あ、いいですか、ありがとう。ほんでゆうちゃんの隣でね。どのぐらいがいいかな。で、ここ一回座ってみたら。そう、お前片付けろよ、あかり。マジでこのぐらい。あと2。はい、これもできました。美味しそうです。よし、じゃあ食べましょう。え、1時間41分。これどっかうまいこと早送りしたりカットしますね。あっしゃ。てっきり忘れてましたけれども、このご飯の続きからはですね、ゆうちゃんの方の、チャンネルを見てください。またリンク貼っときます。忘れてました。今からいただきます。